どうもこんにちは。 C コンパイラーを作るの続きを決めていきます。前回までで打ち込みは終わったんですが、エラーが出たのでちょっとこちらを直していこうと思います。で、前回編集してて、いくつか打ち間違いとか打ち漏れがあったのでタイポですね、そちらを先に直していこうと思います。まずイコーリティのところが間違えてましたね。ここのカンマがありませんでした。で、あとはリレーションのところが、1行丸々抜けてたので書き足します。こうでアットですね、はい、上がアットなんでここが抜けてたと。で、ノードといいですね。で、次に、ニューノードってなって、これですね。これが全部置き換わりますね。ニューノードは、ニューノードはニューバイナリーに変わってるので、ニューバイナリーに置き換わるんですけど、ニューノード自体は生きてるので、一個ずつ見ていくしかないですね。ニューバイナリーを、ニューノードを探すのか。ニューノードを探して、これ違いますね。これも違う。で、これがニューバイナリー。これもニューバイナリーですね。それで、ここもニューバイナリー。バイナリーと。よいしょ。で、ここもニューバイナリーで、ノードナムはいいか。よいしょ。で、ノードナム。ニューノード。ニューノードナム。あ、いいっすね。これで大丈夫そうです。で、あとは、バイナリーじゃなくてアセンブラーのところですね。これインデントがずれてたんですけど、なんで気づかなかったんだっていう感じで、これでこれでで、こうとととと、こうですね。はい。で、あとは今気づいたんですが、これムーブ ZB のところですね。これカンマいりますね、ここね。よいしょよいしょよいしょと、はい、これでいいかな。で、メイクテストやってみます。あ、いたいた、よしよしよし、行きました、よかった。これで、終わりですね。ここから多分説明になってくるんだと思うので、あ、読んだか、アセンブリのコードを作るってことですね。今ここのアセンブリコードの生成までできてますね。で、このリファレンス実装が終わったので、ここから下を読んでいこうと思います。あと3分の2くらいかな。フラグレジスタとハードウェアというところは、まあ、雑学的なや何かかな。ちょっと飛ばします。次、分割コンパイルとリンク。でかくない?この段階までは C ファイルとテストのシェルスクリプトはそれぞれ一つだけというファイル構成で、開発進めてきたんですが、9cc.c っていうファイル一つだったのを分けますよってことですね。なるほど、なるほど。いいと思いますね。はい。で、メイン関数は小さいので他の手法に入れてもよかったんですが、パースシート、コード前シート、そうですね。はい。まあ、これをやっていこうということですね。ソースコードをきれいにするってことですね。これでも十分、めちゃくちゃきれいなんですけど、まあ、これをもっとより綺麗に分かりやすくしていこうってことですね。で、分割コンパイルは、そうですね。一つ C のコンパイラーを作る話なので、分割されてたら、それをこう集めてきて、一個にまとめて出す必要がありますよって話をしてますね。で、そういうのをリンカーっていう、オブジェクトファイルを作って、そいつをごしゃっとまとめて、一つの実行ファイルにするのをリンカーっていう、みたいなのがあって、なんかこの辺も作んなきゃいけないよっていうような話でしょうか。はい。うん。まあ、いろいろ書いてますけど、まあいいでしょう。まあ、分割コンパイルは必要ですよって話ですね。で、リンカーの歴史は飛ばして、ヘッダーファイルの必要性とその内容ということで、printf って書いてたら、printf っていうのはどっかにあるけど、そいつもやんなきゃいけないよって話かな。はい。
うん、なんかこの辺のプリンテフっていうのはどっかにあるよっていう状況で一旦こいつをコンパイルしてあげる必要があるから、なんかその辺の対応をしなきゃいけないよっていうことでしょうね。うん、関数呼び出し関係の話になるのかな。はい、関数本体の括弧を省いたものさえあれば、その内容、その関数を呼び出すのに十分な情報があるということになるということですね。これは、うん、あ、ストリンコン CMP っていう関数のプロトタイプ宣言がこれってことですね。これさえあれば、どういう関数を呼び出すのかがわかるから、一旦この情報だけで1ファイルをコンパイルしていって、で、後でまとめるときに、こいつの実態をどこにあるのかっていうのを見てきて、そこにリンクするようなことをやってあげればうまくいきますよねっていう話なのかな。はい。はい。まあ、コンパイラーの話ですね。コンパイラー作るって当然なんですけど、まあ、こんな話がありつつ、まあ、飛ばしていいかな。はい。コラムも飛ばして、はいはい。で、リンク、オブジェクトファイルを作った後の話で、そいつをリンカーに渡してあげると、その時には全ての情報が揃ってなくてはいけないので、その時に起きるエラーっていうのはリンクエラーと言うと。はい。まあいいでしょう。でもそう。で、グローバル変数も作んなきゃいけないよと言ってますね。はい。はい、はい、はい、はい。うん。ああ、なるほど。こいつがコードになるんだ。まあ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 、いいでしょう。ちょっと、かなり難しい話をしてるな。ああ、なるほど。メインってグローバル変数とグローバルな関数っていうのは、基本的には似たようなものだということを言って、てるんですね。で、X ターンをつけるとグローバル変数の風っていうのが出来上がるということですね。で、これはプロトタイプ宣言なので別にどこかで実態を書いておく必要があるんですが、まあその話ですね。はい。コラムは飛ばして、はい、はい、やってきた。はい。今までの話が、まあ、前段の話で、じゃあ、ステップ8で、ファイル分割とメイクファイルの変更っていうところをやっていきます。ちょっと上の話めちゃくちゃ長くて、めちゃくちゃ飛ばしたんで、もし分かんないところがあったら、ちょっと戻ってみるっていう方式にしたいと思います。ファイル分割をしてみろと言ってますね。はい。はい、はい、はい。やってみようかな、じゃあ。9cc.h。分割の形を見て、一回こっちで適当にやって、で、後で答え合わせていきましょうかね。よいしょ。はい。よいしょと。はい。じゃあ、ファイルをとりあえず作りましょうか。9cc.h がいると。で、あとはパース C ですね。これパーサーのコード。で、おあれ？おコードジェン。ドット H かな、どっかいらないね。コードジェン C だった。コードジェン C と、コンテナー C、ベクターマップおよびそのテストコード、これよくわかんねえな。
はい、まあ、こんなもんで、でメイン C がメイン C ないか、あメイン C ないか、はい、こんな感じかな。でメイン C はメイン関数あるだけなので、9cc.c から持っていく形ですね。こいつをまるっと持っていきましょう。はい、メイン C と。はい、で、次に、よいしょ。消して、消して。で、9cc.h にヘッダーファイルを置くので、ヘッダーファイルか、ちょっと後でだな、これは。で、パーサーとコードジェネレーターなんで、コードジェンとパースとコードジェンか。はい。よいしょ。パースに、パースにトークナイズの辺を、あたりを持っていけばいいのかな。そうですね。コンテナー C っていうのは何だろう。ちょっと置いとくか。ニュートークン、ストリー、トークナイズあたりまで持っていけばいいかな。これがパース C にしよう。で、コードジェンがこれですね。よいしょ。はい。そしたら、9cc.c に定義を書いていきましょう。ね、ヘッダーファイルなので、この辺を書いていけばいいのかな。合ってるんだろうか。トークンはいるので、あ、タイプデフとかどうなんだろうな。全然わかんねえな。エクスタントークンとエクスタンキャラをやってあげなきゃいけないですね。で、型定義もヘッダーに持ってっていいんじゃないかと思うので、あれ ?9ccc になってるこれ。9ccc はエッジを消して、よいしょ、こうしよう。はい、多分持ってきていいと思うので持ってきちゃいます。で、パースで再定義しといて、で、いや、まるっと持ってって、型のとこだけ、よいしょ、これでコンシュームの上あるか、エラーアット、コンシューム、エクスペクト、エクスペクトナンバー、アット EOF、で、ニュートークン、で、トークナイズの処理がありますよ、という感じですかね。はい。で、コードジェンの方ですね。コードジェンの方も丸っと持っていくか。よいしょ。
で、コードジェンの方もタイプデフとかは置いといて、中身を消していく感じですね。で、これもこうと。よいしょ。で、こうで、これはあるから全部いらないね。で、ジェンだけいるかな。よいしょと。OK。で、メインでインクルードしてあげればいいのかな。9cch という感じかな。合ってるかどうかは分かんないんですが、一旦これ以上やると長くなりそうなので、答え合わせを次回やりたいと思います。ということで今回は以上。次回お楽しみに、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。